って行きたいか。石崎くん、さっきのプレイで足を。くそ、すまねえ翼。石崎くん、多分捻挫してると思うよ。え、君は？僕は三崎太郎、今日南葛に引っ越してきたんだ。しばらくこうして冷やしておいた方がいいよ。しかしお前詳しいんだな。僕もサッカー好きだからね。よし、助っ人は決まったみたいだな。え？サッカーの試合出てみないか。試合？僕が？うん、やろう美咲くん。頼むぜ美咲。うん、やるからには僕頑張るよ。よし、みんなサッカーを思う存分楽しんでこい。あWe'll be right back.
完敗だぜ、翼。若林君。終結に勝った。俺たちや。負けたぜ、南葛。お前らがこれだけやるとは思わなかったぜ。見直したよ、本当。もうヘボサッカー部だなんて呼べないな。これも翼のおかげだな。これより表彰式に移ります。ただいま試合中怪我で退場した石崎くんの代わりに大空翼くんが対抗戦の優勝旗を受け取ります。やったね翼くん。美咲くん、監督やったぜ。全国大会優勝の終結に勝てたぜ。翼と美咲、あのコンビのおかげだ。うん、こうなるんだったらもっと早く石崎に怪我してもらうんだったな。あら、そりゃないぜ監督。翼、ナイスゲームだったぞ。俺の目にはもうお前しか見えない。お前を一流のサッカー選手として世界に羽ばたかせること、それが俺の新しい生きがいなんだ。大空翼、お前のサッカー人生はまだ始まったばかりだ。キャプテン翼ブレイクタイム。進行役を務めますのは私アナウンサーのチャーリーです。翼くんと若林くん、サッカーにかけては天才同士のこの二人、試合を通じて心が通い合ったようですね。いやー、よかったよかった。翼くんとコンビを組んだ三崎太郎くんも素晴らしいプレーでした。おい、もう一人忘れてるぜ。あ、お、これはこれは誰だっけ。あら、俺は南葛キャプテン石崎亮だ。そうそう、若林くんに負けた石崎くん。あのな、まあ冗談はさておき、今後の展開はどうなるんでしょうかね、猿の石崎さん。実はもうすぐ全国大会が始まるんだ。もちろん俺たちは優勝を目指すぜ。ちょっとちょっと、そりゃいくらなんでも無理じゃないの。バカにすんなよ。なんだってこっちには翼に美咲に若林たちだっているんだぜ。若林くんたちも。それはまたどうして。そいつは見てのお楽しみ。早く見てみたい。それでは全国大会編スタート。行くよ翼くん。オッケー、さっくん、それ終結ショートの対抗戦も終わり、今俺たちは
南葛市の選抜チーム南葛 SC への入団テストを受けるため毎日練習を重ねている。中鉄や西ヶ丘のみんなと全国大会に出場するんだ。よし、行くぞ。しました。若林くん、どうしたんだよ、そんなに慌てて。ロベルト本郷はどこだ。それでどうするの、ロベルト。ええ、やっぱりブラジルへ帰ろうと思います。そう。ママさん、実は頼みたいことがあるんですが。え？何？ロベルト監督がもうサッカーの試合に出れねえだと？三上さんの話だ、間違いない。翼！日本での正式な検査の結果、網膜剥離と判明。失明の可能性が高いため、今後のプロ活動は不可能とされる。ロベルト本郷はもうプロサッカーができないんだ。そんな、ロベルト！なんですって？本気なの？ロベルト。ブラジルでは自殺騒ぎまで起こし、大空船長に助けられた俺です。でも日本に来て、そして翼と出会って、俺は目覚めたんです。お願いします、ママさん。俺は必ずこの手で翼を世界一流のサッカー選手に育ててみせます。ロベルトを。ですから翼をブラジルに連れて行かせてください。ロベルト。翼。ロベルトはもうサッカーができないって本当？ああ、俺はもう二度とグランドに立つことはできない。ロベルト。俺、ブラジルへ行くよ。よし、みんな行くぞ。南葛だ。ワイオーワイオーワイオー。南葛 SC か、いいチームになりそうだ。城山監督、あいつらをよろしくお願いします。ええ、ロベルトさん、翼が言ってましたよ。全国大会に優勝してブラジルに行くんだって。数日後、南葛 SC に合格した僕たちの練習は続き、30名いた選手も15名に絞られた。そしてこの日ついに。うわあ！全国少年サッカー大会県予選が始まったんだ。